川口湖ショッピングセンターベルは、山梨県南鶴郡富士川口湖町船津2986にあるショッピングセンター。川口湖ショッピングセンター株式会社と川口湖、商業開発株式会社が共同で運営している。1987年11月12日、八オハを各店舗として開店した。3階には1スクリーン90席のビデオシアターである川口湖。 ベルシアターも開館している。1997年には、ヤオ半島産の影響を受けて、5月には大英グループの製風に営業上とされた。軍内地方唯一の映画館だった川口湖、ベルシアターは、施設全体の買い物客を増やす効果があったが、2006年4月2日に閉館した。これは、配給元のソニーシネマチックが事業から撤退することが理由である。 川口湖、ベルシアター自体の採算は悪くなく、ドラえもんのび太の恐竜2006を上映した最終日は満席になる回もあった。2012年5月20日にはグルメシティが撤退。同年7月4日、1階部分にスーパーマーケットのセルバ川口コベル店が開店し、ライフスタイルセンターとしてリニューアルしている。12月までに3階に100円ショップのザダイソー。 ゲームセンターのアミュージアム、写真館のスタジオアリスが出展した。2013年2月20日、2階に総合医療品店のパシオスが開店した。ありがとうございます。